これ何気に作者がすごいんですよね。鎌田先生と橋爪先生、先生すごいですよね。このコンビすごい。まあ一応これは自分の中では次第、うん、武田塾教務主任の中森です。平塚高校社長の西村です。桃子先生、はい、今日の一冊は何でしょうか。はい、今日は、基礎問題成功の科学基礎と科学です。はい、来ました、基礎問基礎問ですね。難しいやつだ。武田塾といえば数学のね、はい、基礎問がやっぱ有名なんですけど、はい、難しいですからね。まあ基礎かなっていうあれって感じですね。レベル的には本当になんかマーチとか、その私立の医学部のね、そんな上位じゃないところ、中堅ぐらいのところ向けって感じで、偏差値60ぐらいまでは全然対応できちゃいますよね。でただその基礎問の良さというか特徴の、割とその問題と解説の難易度が結構揃っているというか、そうですね、変に難しすぎないし簡単すぎもしないっていう難易度で、問題のセレクトがすごい良くて、まあコスパがいい作りになってるみたいな。だ反面その充実度っていうところで言うと、それはやっぱその問題数が多いものと比べると網羅できない範囲っていうのは当然出てくるから、期間で、なんか一番美味しい部分だけをこう、ガサッとまとめたい人向けの教材って感じですかね。まあ国立向けではあんまないかなって感じですよね。国立の問題も入ってるんですけど、割とその記述論述系っていうか、知識の穴埋めとか、そっち系多いですもんね。なので結構やっぱこれ使うんだったらなんか10問とかその辺までをこう手出そうとかあんま思ってなくて、なんかこれ一冊で入試戦えるようにしたい主に私立みたいな人向けの一冊って感じですかね。そうですね、本当時間ない子にはすごくいいと思います。もうなんかこれだけやってましたみたいな人結構マーチ受かったような子だといたりするんで、まあそのね、この前に紹介した多分リードライトノートとかあの辺はやっぱすごく問題量が多くて、もう本当に穴がないぐらいまで固めるみたいな教材ですけど、みんながみんなね得意科目というわけでもなければ、時間が余裕があるというわけでもないんで、まあそういう意味で、まあコスパいい参考書の、いいと思います。一冊かなとは思うんで、ちょっとねなんか短時間でできるだけしっかり仕上げたいって人にはぜひこれ使ってほしいかなと。ただまあ注意として基礎と書いてあるけど難易度高いと。でさらに言うと本当に基礎がない人がこれやったら死んじゃう厳しいですよね。そうですね。リードライトノートとまでは言わないけど、なんかその必修整理ノートとか、なんか薄いやつでもいいからなんか一冊仕上げてからやらないと、基礎とは言ってもゼロからじゃないぞっていうことがあるので、まあ気をつけましょうっていう感じですかね。はい、はい、でも非常にいい参考書だと思うんでね、自分に合ってると思ったらぜひ使ってみてもらえればと思います。はい、今回はこれで以上です。皆さん、武田塾チャンネル登録よろしくお願いします。そして無料受験相談受付中でございます。皆様の申し込みお待ちしております。